これは外見のせいか、それとも普段の素行のせいか、いわゆる不良に絡まれることが多かった。まあ、売られた喧嘩を買い続けてる俺も俺なんだけど。あ？くっそいてぇ。今日も授業を受けずに校内をうろうろしていた俺は、カラフルな髪色でトサカみたいな髪型をした不良グループに絡まれ、数人がかりでボッコボコにされ、気がつくと空は西日で焼けていた。あ、起きましたか？大丈夫ですか？誰？通りすがりの美少女です。自分で美少女って言っちゃうんだ。私は言っちゃいます。まあ、なんでもいいけど、俺に何か用？倒れてたので大丈夫かなーって。長月くんが授業に出ないのはいつものことですけど、校内で倒れてるのは初めて見ましたし。え？なんで俺の名前知ってんの？もしかしてストーカー？違いますよ、ただのクラスメイトです。クラスメイト。うちのクラスに君みたいな人いたっけ？いるんですよ。長月くんが教室にいるときはほとんど寝てるから知らないだけで。ところで、なんで倒れてたんですか？頭がカラフルな鶏に襲撃された。どんな世界線に生きてるんですか君は？それは俺が聞きたい。この学校にあんな世紀末じみたやからがいることなんて初めて知ったし。というか、君が俺のクラスメイトなら、よく俺に関わろうと思ったね。長月くんが素行不良なのはもともと知ってたので。それに、神様はいつも私たちのことを見てらっしゃるので、いいことをするのは当たり前です。私がいいことをしていい子でいるために、長月くんはおとなしく私の手当てを受けてくださいね。俺のクラスメイトといった少女は俺が返事をする前に手当てを始めた。手当て。ありがとう。いえいえ、私は当たり前のことをしただけですから。少し話してわかったけど、この子はどこかふわふわとした感じがある。そういえば、俺の名前は知ってるみたいだけど、俺は君の名前知らないから教えてくれない？いろいろお詫びもしないといけないし。別にお詫びなんていいのに。まあ、そう言っても長月くんは食い下がらなさそうですけど。私はコチヤサナエです。コチヤ。うん、今日はありがとう。これが俺とコチヤサナエという不思議な少女との出会いだった。とでもモノローグしておけば大抵それっぽくなるってどこかで聞いた。そんなコチヤサナエとの出会いから数週間、俺はいつも通り授業をサボり、屋上でぼーっとしていた。最近少し暖かくなってきて昼寝日和が多くて助かる。そんなことを考え、少しうつらうつらしていると。あれ？コチヤじゃん。こんな時間にどうかした？てか、授業でなくていいの？今日は私もサボりです。おう。いい子のコチヤが俺みたいにサボるなんてどういう風の吹き回し？私だってたまには悪い子になりたい気分な時もありますよ。いつも神様が見てるんじゃなかった？コチヤは口癖のように、俺によくそんなことを言ってくることがあった。今日は大丈夫です。お二人とも今日はいないので。そ。まあ、そういうことなら思う存分に一緒にサボろうか。そうさせてもらいます。コチヤは俗に言うところの不思議ちゃんというものらしい。神様発言や実家が神社？とからしく、知り合って数週間経ったが、コチヤが俺以外と話してるところを見たことがない。まあ、それに関しては俺は人のことを言えないけど。そういえば長月くん、昨日も喧嘩したらしいじゃないですか。え？コチヤがなんでそれを？神様が教えてくれたんです。そんなことはどうでもよくて、あんまり喧嘩するのは良くないって私前に言いましたよね。はい、言われましたね。長月くんは怪我をしてもあまり自分で手当てしないんですから、最低限手当てするか、喧嘩しないかにしてくださいよ。すいません。はぁ？ほら、怪我したところ見せてください。手当てできるところは手当てするので。今回はあんまり怪我してないから。そう言って前に結構な怪我を隠されてたので今回は信用しません。さあ、早く上の服脱いでください。ちょ、ほんと怪我してないから服脱がそうとするのやめて。ちょっと。あんまり暴れないでください。言っておきますけど私だって恥ずかしいんですからね。だったらなおさらやめて。こんなやりとりが俺たちの日常になりつつある。俺の方もコチヤに言われたことを守る？守らされてる？まあどっちでもいいけど、前に比べおとなしくしてることが増えた。それでも授業に出るのは本当に稀だけど。その日の夕方、周りの生徒が帰り自宅や部活へ向かってる中、俺は自分の机に突っ伏していた。はぁ。あれ？長月くんはまだ帰らないんですか？う？これから歩行があるんだよ。めんどくさい、さっさと帰りたい、助けてさないもん。残念でしたね。私はどこぞの猫型ロボットじゃないので助けれません。それに歩行を受ける理由は長月くんが一番心当たりあるんじゃないですか？授業に出てないからだろ。そうですよ。ところで、前々から気になってたんですけど、なんで長月くんは授業に出ないんですか？俺の席日当たり悪いから。え？ん？私の聞き間違いかもしれないので、もう一度言ってくれませんか？俺の席、教室のど真ん中、日当たりクソ悪い、昼寝に適さない、OK？とんでもなく中身のない理由で授業サボってたってことは理解しました。俺にとっては死活問題なんだけどな。
ほら、さっさと歩行受けに行きますよ。ええ。ほら、私も一緒に待ってあげますから。小さい子供に言い聞かせるような言い方で、俺はサナエに連れられ歩行を受けに行く。我ながらコチヤにされるがままだと思うし、コチヤもコチヤで俺に対して少し。いや結構、過保護な気がする。